天竜浜名湖鉄道 TH1 系機動車。天竜浜名湖鉄道 TH1 系機動車。天竜浜名湖鉄道 TH1 型機動車は、1986年、昭和61年から1988年、昭和63年にかけて11両が製造され、2005年、平成17年まで使用された天竜浜名湖鉄道の機動車である。 同時期に製造された天竜浜名湖鉄道の機動車は、車内構造によって4形式に分かれているが、本校ではこれら同型車、1987年、昭和62年に一両が製造され、2005年、平成17年まで使用された天竜浜名湖、鉄道 TH2 系機動車、天竜浜名湖鉄道 TH2 型機動車、1987年、 昭和62年に2両が製造され、2002年、平成14年まで使用された天竜浜名湖、鉄道 TH3 型機動車。天竜浜名湖鉄道 TH3 型機動車。1988年、昭和63年に1両が製造され、2002年、平成14年まで使用された天竜浜名湖、鉄道 TH4 型機動車。 天竜はマナコ鉄道 TH4 型機動車についても合わせて記載する。1987年昭和62年3月に日本国有鉄道二股線を第3セクターに転換して開業した天竜派マナコ鉄道が開業に際して準備した機動車13両と翌年に追加された2両、計15両でいずれも富士重工業製の LE カーと呼ばれる。 レールバス型機動車の一種だが、1985年、昭和60年製造のたるみ鉄道ハイモ230から300系以降各地で採用された LE カー初期の二軸式、レールバス型機動車に対して、車体長、幅が拡大され、ボギー車となったタイプである。引き続き車体には、バス用の部品が多用され、各形式とも車体、走行装置は同一である。エンジンは、 日産ディーゼル製、ペ 6HT03 を 169kW、230PS に設定して採用した。全車正面貫通式、両運転台、トイレなし、TH1 型は、セミクロスシートで、車体中央部に4人掛けボックスシート4組を、TH2 型は、TH1 型と同じ座席配置で、ボックスシートを着脱式としたもの、TH3 型は、 ボックスシートを6組としたもの TH4 型はお座敷車としても使用できるロングシートである。登場時は全車連番で TH101TH115 と付番されていたが1989年平成元年200の位を形式番号とする改版が行われている TH211 は2000年平成12年にトロッコ列車牽引のため砂巻装置の追加 塗装色の変更が行われた。TH2000 系、TH2100 系、TH9200 型に置き換えられて2001年、平成13年から2005年、平成17年にかけて廃車された。富士重工業製のレールバス LE カーの一種で、15メートル級車体、ボギー式を採用している。各形式とも、車体構造は同一である。LE。 カーシリーズでは、バス用構え体を流用したため、全幅が 2440mm となっていたが、2台分のたるきを接合することで、TH1 型では 2700mm となった。前面は貫通式、乗務員室は左側で、乗務員室側にのみ乗務員用扉が設けられた。折戸の客用扉が片側2箇所、両車端に設けられた。扉間には、中央部に、 下半分が引き違い式、上半分が平面窓固定式の幅 1600mm の窓5組と運転台がない側の扉よりに幅 820m mm m 反対側に幅 1320mm の固定式窓各1組が設けられた。全車トイレの装備はない。外部塗装は一般公募により白をベースとし、ブルー、グリーン、オレンジの配色で構成され、 白は天竜側の白波、ブルーは浜名湖の湖面、グリーンは茶、オレンジはみかんを表している。正面貫通型の LE カーとしては前面窓周囲を黒く塗装した最初の車両であった。TH1 型はセミクロスシートで車体中央部に4人掛けボックスシート4組を備える。TH2 型は TH1 型と同じ座席配置で、 お座敷車として使用できるよう、ボックスシートを着脱式とし、動力伝達構造がわかる、要台車上部床面に窓を設けている。TH3 型は、ボックスシートを6組としたもの、TH4 型はお座敷車としても使用できる、ロングシートとなった。ワンマン運転用の機器を備える。TH2 計客室内には、大型のデジタル式速度計、ミュージックホーンが備えられ、 側面には、看板取り付け用の金具が設けられた。エンジンは、日産ディーゼル製、P6HT03 ディーゼルエンジンを一気搭載、低格出力 169kW230PS1-900rpm で使用された。動力は、新潟コンバーター聖託 -22-1103 液体変速器を介して二軸駆動の台車に伝達される。 台車は上枕空気バネ、軸バネ式 FU34D、T が採用された。制動装置は SME 三観式直通ブレーキが採用され機関、排気ブレーキが併用される。暖房装置はエンジン排熱を利用した温風式である。冷房装置はバス用のものを流用した能力 25.6kW、22000kcal ロロ。 H の i c o プー0 2 3が設置された。1987年、昭和62年、天竜浜名湖鉄道開業に際して13両を、準備、TH101TH106 の6両は、開業前の1986年、昭和61年11月に引き渡され、試運転に使用された。開業後は、 天竜浜名湖仙掛川駅新所原駅間の列車に使用された。翌1988年昭和63年には原屋駅、東都海一宮駅の交換設備完成により2両が追加されている。1996年平成8年から2000年平成12年までは快速列車も運転された。2000年平成12年3月には th211 が牽引するトロッコ列車が導入され th211 には塗装変更砂巻き装置追加の改造が行われた2001年平成12年から th2000 系 th2100 型への置き換えが始まり2005年までに全車廃車され形式消滅した th106th211 は廃車後伊勢鉄道伊勢4 のと鉄道 NT100K105、106、109、112、122、126、130、133、JR 貨物 DD51001、1070と、もに、ミャンマーへ輸出され、ミャンマー国鉄部2525 25、RBR2526 となった。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。